ホプキントンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の南部ワシントン郡の西部の町である。2010年の国勢調査では人口8188人だった。州内39市町のうち人口では少ない方から9番目である。ホプキントンの町名はアメリカ独立宣言の署名者の一人であるスティーブン・ホープキンスから取られた。 町が1757年にウェスタリーから分離し、法人化された時に、ホップキンスがロードアイランド植民地総督を務めていた。ホップキントンはかつてロカストビル、モスコー、センタービル、ウッドリバーアイアンワークスなど多くの工業村があり、それぞれが囲んでいる工場にちなんで名付けられていた。今日では、ホープバレー、ロックビル、アシャウェイ、 ブラッドフォードのみが郵便局を持って認められている。町の一部はホプキントンと単純に呼ばれる郵便局を持っている。町役場はホプキントンシティのビレッジにあり、そこは昔駅場社の主要な中心地だった。ホプキントンは北緯41度27分40秒整形71度46分39秒。 国41.46111度整形71.77750度、41.46111-71.77750に位置している。コネチカット州との宗教を流れるポーカタック側に沿ってある。北はエクセター、東はリッチモンド、南東はチャールズタウン、南はウェスタリーの各町に接し、西はコネチカット州のノースストーニントンと、 ボランタウンの拡張である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は44.1平方マイルであり、このうち陸地43.0平方マイル、水域は1.1平方マイルで、水域率は2.58%である。週間高速道路95号線のロードアイランド州内では最南端の町であり、すなわち北に向かうときはロードアイランドで、 最初の街となる。ホップキントンでは北部のホープバレーと南部のアシャウェイという二つの主要なビレッジがある。チャリホ地域教育学区の小学校4校のうち2校がホップキントンにある。1校はホープバレーに、もう1校はアシャウェイにある。ホップキントンにあるその他のビレッジはバーバービル、ベセル、ブラットフォード、バーディックビル、キャノンチェット、センタービル、 ホップキントンシティ、キーリアン、ロカストビル、モスコー、ロックビル、サウスホップキントン、ウッドビル、ヨーグーグがある。これらビレッジのほとんどすべては川沿いの工場を中心に形成された。いくつかのビレッジは、郵便用住所を表すとき、家屋を識別するとき、入学する学校を決めるときに、他のビレッジの上に立つ。上記のように主要なビレッジは、 ホープバレーとアシャウェイであり、その境界は他の知名度の低いビレッジを含めた国勢調査指定地域になっている。クランドール定以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロードアイランド衆議会では上院の第34選挙区に属し、2015年時点で共和党議員を送り出している。また会員は第38選挙区に属し、 民主党議員を選んでいる。連邦議会会員では、ロードアイランド州第2選挙区に属し、民主党議員を選出している。上院は、州として民主党議員2人を選んでいる。オルドリッチ家とロックフェラー家が融合する前に、それぞれホップキントンのホープバレー地域に小さな邸宅を建てた。ロックフェラー家は、セントジョセフ教区の牧師館として機能している。 コプキントンシティ歴史地区2008年撮影。ありがとうございます。